Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんばんは、太宰の哲です。こんばんは、太宰のあやむです。いやーすごい、いやや。誰ですかその人。まあ、中山きんにさんの。きんにくんさん、今好きになった。中山きんにさん。きんにさんうん。くじゃなく。きんにくんさんじゃなく。ええ、きんにさん。きんにさん誰俺知らない人だよ。それ、誰なんすか中山きんにさん知らん誰ですかその人。自分、ちょっと知らないです。どっちなんだいいや、それ、きんにくんさん。きんにさん。誰きんにさん。 どこの誰芸人さんそれは芸芸芸人人人さささんんんなんかなどうなんやろうなその理論で言うと分からないんや歩む中でもどっちかやっぱ俺ほらその粗品さんをうん、うん、やっぱこう尊敬してるから吉本やめたらみたいな話あるよなえー、どういうこと金利さんは昔は吉本やったみたいな昔は吉本でしたよ金利さんもちろんほう今は何されてるんですか金利さんは今も筋肉 YouTuber きんに君さんじゃないだからずっと <laughs> その俺と違うと思いきや <laughs> その一緒じゃないずっときんにさんきんにさんだよ露骨に <laughs> 絶対譲らんなキングオオブレディのちょっとねやっぱり運動は大事だということでああ大事うんあ,あのー、いつも<お>走ってるコースではなく<お>ちょっととにかく そのもう何にも決めずどこに行くとかも、うん、とにかく走り続けてへばったところで休憩しよう、うんうん、企画自分でやってみまして走り始めて、うん、まず天神までもう爆速ダッシュだから「鉄の家は鳥会や、ね」や、うん、天神までって言ったら結構あるか まあ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 でもまあまあまあそうね駅でいうとまあそんなにか、うん、34駅ぐらいもう全然大濠公園でへばり組みないけどあそうなんだ、うん、まあまあでもねまあとにかくいやまあでもへばってもう、うん、その俺の中でのルール上歩かんかったら勝ちにしたよそのもうあーでもいいねそうそう <laughs> いいいいいいそのもうとにかく走ってるフォームさえ続けとけば、うん、その だ継続が大事やからなそう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 ,そういいじゃんまあダッシュタイムが長ければ長いほどいいというあれはあるけどもうん、うん、歩きさえせんかったら、うん、まだ引き続きどこまでも進めるとうん、うん、もうこうやって進んでて天神方面まだやっとついたけども、うん、大濠公園の辺からもう横ば痛くなって「うん、ああ」とか言って走りよね走りないでないでそうなるよで天神でその走り寄って横断歩道、うん、あの信号つかまって、まあ、こうやって。 走りながら待っとったら、うん、あのマネージャーの山崎さんにばったりそうおらおら,あらザキさんザキさんその俺がさそのスポーツの服とか持ってないけど。その、うん T シャツにもう体操ズボンみたいな <laughs>。もうキモい格好よね。部活動のねで。靴もさ、俺その持ってないけど、<laughs> 走る用の靴とか。<laughs> その、マジでなんか汚いナイキの靴 <laughs> その <laughs> 関係ないしな、でも格好なんてな。うん、そう、関係ないで。俺も突発的に思いついて,て突発的に走り始めたけどさ <laughs> <laughs>。で、いいね、汗だらだら <laughs>、うん。山崎さん、俺のこと見て、その無視してきた一回こその。俺、友達と思われたくなかった。<laughs> <laughs> ちょ待てと <laughs> 山崎マネージャーちょ待てよ <laughs> 俺はもうキムタクバリに止めて <laughs> 展示のど真ん中で捕まえて <laughs> いやその関係者ですよって、うん、<laughs> みんなに見せつけてやったけどその山崎さん「何してんのお前、うん、その走ってんすよ」とかって「頑張れ頑張れ」みたいないやでもさ,さ山崎さんさ、うん、山崎さん側がなんかあれだったんじゃない何 そのやましいことがあったんじゃ会いたくなかった会いたたくなかったんじゃないほらだってこのラジオでもずっと言われてるじゃないですか、うん、山崎さんの彼女、うんえー、RKB にいるんじゃないか説、うん、天神なんじゃない次はええー、まあでも確かになんか俺のこと一回目あって、うん、その目そらして歩き始めて,、うん、始めてこうやってもう一回俺の方見てきてるけど確かに何かしらの隠し事をしてる 目つきではあっったしし、うん、やっぱ前髪下ろしてる人あそうね山崎さんって前髪ちょっと重ためのねでこれも言うよねそのかくやましいことある人はおでこは出せない、うん、確かになまあまあそのこれいつも通りの山崎さんのでこなんて誰も見たことない,いんだから本当に川谷絵音ぐらい見たことないから川谷絵音はもう確実にやった人やからでもその絵音の時に聞いたよみんないや言うよねなんかそ,<の>そういうプロファイリングよなあれなもう知らんけども <laughs> めっちゃいいやつおるかもしれんけど、さ、おでこ出しなしで、<laughs> この前さ、変な子ったよな。<laughs> 劇場に来てくれた子でさ、うん、結構遠方からその太宰を見に来ました。大阪からね。大阪からか。うん、その理由が、その太宰の出囃子が。 ゲスの極みだから来ましたみたこうとった言うとった。その子がさだ,だから写真撮ってくださいみたいなあ,あ全然いいよって言って2人写真撮ったんですけど、うん、もう今日私お笑いライブじゃなくてあの音楽フェスだと思って来たんで手林聞きに来ました意味わからんやな,いよなそんなんな <laughs> んなゲスの極みのライブ行った方がいいもんなほんとにね <laughs> 変な子やなと思ってで,でもゲスキみがあんま最近ライブせんからここで<ー>聞きに来ました,た、ね、ここで なるほどで結局そのライブね出囃子なかったんですよ配信あったからね <laughs> 変な子もるよな本当に変わったねの大阪から来て <laughs> なあでっかいキャリー系で,でもこの前あれよ中国からも来たよえっ中国から来た女の子が「今 1>,、うん、1週間ぐらい滞在してます、うん、大好きです」と言ってきてえっ ?3 回ぐらい見に来てくれて「でも次東京行っちゃうんです」みたいなえ海越えたってこと海越えたもう まあね海越えれるぐらい分かりやすいね確かやってないもんな本当に <laughs> でその日本語もあちょっと普通普通ぐらいなよそめっちゃ分かってるからいだ、はいはい、けどそ面白いです YouTube も登録しましたうわすごううわ俺たち世界進出してるやんあもう中国で受けてますやば、はい、で YouTube 登録したらジンベエのショート動画があるそう 意味が分かる。ええ、じゃ話、脱線しすぎないよ、お前。ちょっとさ、俺のさ、最近の健康法の話していいすごいやん、もう、オートバシやん。戻してくれんの戻すいや、全然戻すけど。いや、それ、山崎さんに会ったっていう話やろうん山崎さんに会ったっていう話やん。いや、もう、切られたらもう、おしまいや全然。いや、ごめん、ごめん、ごめん。ちょっと聞くわ。いや、しろ、もう一回。一回喋っていい俺、その、健康法みたいなやつでさ、 コーールドシャワっっって知って知るるやたことあるないないない朝から起きたら冷たいシャワーをこう浴びて、うん、そしたらなんか自律神経が整う、うん、で体内の,その体温が上がるのと髪の健康にもいいみたいな、うん、でその日一日結構こうアクティブにできるみたいな感じのをやよって俺それ試したんよ、うん、本当に23日試したんですよこの1週間で。 その微熱ずっとえっ <laughs> 37度ちょうどぐらいをずっとあるんよもう風邪ひいてるやん冷たすぎてけどね確かにねちょっと前向きになって前向きになれたそう風邪ひいてそう,そうコールドスプレーでコールドスプレーじゃないコールドシャワーシャワーかそうあのおすすめだか鉄も走った後コールドシャワーした方がいいなんでなんいやだからそういうもんなんよでもコールドシャワーじゃないけどうん 俺がさ走って結局さあそこにたどり着いたのよ天神に山崎さんあってそのあと郵便局の前ありや天神の天気さんのあそこの前でさお姉さんみたいな人にさ声かけられてさ「つさん」みたいな「えれたね応援してます」みたいなあ売れたねで俺もさっきまでこれ猫背でこうやって走りだっけど「あこんにちは」みたいな「いつも走ってます」みたいな。 爽やかに。うんで ただのファンですみたいな言ってくれてただのファンです言ってくれて俺も友達かと思ったけど俺が「すいませんこんにちは」みたいな「お疲れ様です」とか言ってどっかの社員さんっただのファンです」とか言ってくれてあそこさめっちゃ人おるやんみんな俺のこと見てくれて「俺なんかすごいやん」思ってな「ファンです」って言われてるやんと思って猫で直してピュッてスピードすごい上げてずっとこのスピードでしたよってずっとこの速度で行ってましたよみたいな話しブワッシて。 でもその10分ぐらいしたらもう急に調子乗ったけあ <laughs> あーっとかなって。出 <laughs> せ<え>。<laughs> 横ばいででも、耐えて。ちゃんと走って。遅いけど走って。うん、で、あの、箱関のドンキまで走ったよ。おー、行ったね。まあまあ、耐えたねだいぶ行ったね。そしたらもう、ドンキでバタン駐車場で寝っ転がってもう、本当によくないよ。<laughs> 駐車場で寝っ転がって、はーってったらもう大雨。うん

24時間将棋生活あーのほんとにこの企画、まあ、最近よかったんすよ、うん、最近よかったけど久々のクソ企画クソ企画えー、えー、これはえげつないねぶったれたどうするま,まず鉄を攻めるなんてななんでなじゃあ言ってみーそれを何なん,なんお前こんかったな <laughs> <laughs> ちなみに西津さん来てくれました西津さんそれはありがとう西津さん角君来てくれましたもうこれ順レギュ順レギュ 礼牛 <laughs> それじゃあ行った角君来てくれましたいや俺も行きたかった気持ち行ってるわ行ってないよ、えー、えないやいや気持ち行ってるだってせめて YouTube のコメント欄とかにコメントしてくれるでもいいやんそれは別にどこ追ってもできることやんそれもなかったよ毎回さお前 YouTube 見るときあやむの Twitter のやつが飛ぶやんはいはい、はい、たらコメント押せ,押せんのあれ <laughs> なんでなんでなんで <laughs> あ,あっちから飛んだら押せないのよ YouTube から入らないとてあーそうね,ーそうねでも上に YouTube アプリに切り替えるとこ出るよ、ね、ある。切り替えてない <laughs> もうほんとよくないよねこいつは <laughs> 切り替えてでもすごい応援してたよ俺は本当にまあでもね、うん、企画としてはね順を追って話すかホ、うん、本当にね10時22分から始まったんですよ夜中の22時22分もうダブルピースあそうやめろそれ,それ令和で禁止されてるんです <laughs> <laughs> w p スから始まったわけですよ、うん、22時22分から始まってであのね一番きつかったのさ逆にいつやと思う24時間あってさ一番きついのっていつやと思うでもなんか普通に朝とかなんかなと思っちゃういやん,うん、うん、4時とかやん5時とかね違が最初の1時間あえ <laughs> うーんきつかったね なんか俺の予想を綾山がさ平気で23時間たまにやってるわとか言うてる時、うん、そ,のそこら辺はいつも通りなんかと思ったあのね俺もね全く同じ予想で、うん、最初の23時間ぐらいはいつもやってる、うん、いつもなんか夜眠れない時とかやっててうわもうこんな時間あるやんすまお前ごときも眠れない夜があるんや俺ごときがあるよ <laughs> <laughs> 俺ごときあるんだよ俺ごときあるんだよ 脱線したよお前それでそれでだからみんなあるんやけど、うん、そうだからそのスマホ見たらさはなんかもう23時間経ってるわ、うん、みたいなのあるやんあるあるある TikTok とかもあるしねそう俺もテストとかでもたまにあるもんあるやん,うん、うん、でげんそれぐらいはもうほらいわゆるさ時間ずっと見よったら時間経つの遅いみたいな現象あるから、うん、もう時間なんて見ずに全然いけるんやろうって思ってそうそうそうで何曲かしたんの 結構始まってすぐ何曲かしてうわもう23時間経ったやろうなと思ってパッて見たら全然もうね20分ぐらいしか経ってなくてえ,えってなってもう飽きたんよ20分うん<あ>本当に終わりおうわーと思って、うん、でまあ良くなかったのが最初に負けが込んだんよ <laughs> お前のせいや <laughs> えそん <laughs> 負けがんでもうやりたくくな最初に6連敗ぐらいしたんん俺企画とか別じゃないですよかもうただただもうやめたくなってるそうそうもう6連敗ぐらいしてもうめっちゃ腹立ったんよでみんな配信やけみんなも見てるしそう恥ずかしいそんな弱めねくんかプロ目指すとかっていきなり6連敗やみたいな言われたもんその相手が強いのか歩くんが弱いのかが分かるどっちなんですか相手が強い は俺は弱くない俺は弱くない最初の1時間はそうよ俺だってずっといつもしてんだからでも俺いいと思うよジャンプの主人公はやっぱ24時間でってことやろ、ね、そう、うん、で,もでもねジャンプの主人公もやっぱ最初こんなには負けん <laughs> あまりにも負けすぎただってこんなに負けたら読者は読まくなるもん <laughs> けどもうそこでまずやりたくなくてねっえっとねそれ20分ぐらいしか経ってないって言ってん、うん、そっからね40分最初の1時間はね残り40分全部愚痴ってたこの企画がよくないっていったん,ほん,ほん一旦まずその何も面白くないみたいな<ー>そうフラストレーションも溜まってる6連敗してたまほんで1時間は経ったよねそ,<う><今>そしたらもうねみんながねもうなんだこいつっていう。 もうだまだ始まってそんな経ってないじゃんっていう,うんみんなも疲れてないもんねまだそうみんなも疲れてない <laughs> でそっからえっ、ー、とねもうねちょっと記憶ないんよそっから34時間早 <laughs> っ早っ<笑><笑><笑>そのそ<ん> <laughs> 俺ちゃんとやったんかな <laughs> 普通の人間がよくなくない <laughs> 普通のだってある程度寝るやろその24時間企画に備えてうん でそれってそのもう普通に危なくてない,いやでも俺ちゃんとやったやろうな <laughs> 最初の34時間休憩せずにやったもんな俺西遊三も見てたんや 2>, 2時か3時ぐらいにちょっと一旦休憩しようって言って一瞬休憩したんやな、うん、今日15分ぐらいで戻ったんや多分その休憩って最初のうち15分ぐらいで戻って でもまあ多分ちゃんとやったやろうなまあ、まあ、勝ち出したらちょっと楽しさも出るんじゃないあんね勝ち出した瞬間はあんまない勝ち出した瞬間があんまりないあんまりないどういう,うに <laughs> 一心一体をずっと続けてるみたいな感じだった勝ったり負けたり勝ったり負けたり<う><う>で夜中やって朝朝ごはんタイムをとってうん 朝ごはん食べてそそそううかそれもも朝朝る6時7時ぐらいの朝ごはんタイムとって、うん、その夜頑張ってくださいって言ってた人たちがもう朝7時ぐらいになると「おはようございます」ってやっぱ出てくるんよまあそうか。やっぱちょっとイラッてするやんお前寝てたんやと寝んなやと思ってたし、うん、<laughs> 普通人は寝らんやろそうこんなに頑張ってる人を見たら人は寝れないおかしいおかしい まあまあそれで朝迎えるとそう朝迎えて、うん、そしたらね変なコメントが増えだしたよ変なコメントそう,う普段俺の配信を見ないような人たちがなんかめっちゃコメントするようになってめっちゃいいことやんねそれもそう、うん、たらその人の名前とかそのチャンネルとか見たらそのいつも将棋配信してるとか、うん、その将棋配信見てるとかうんうんうん将棋ガチ勢の人たち仲間やん 敵的 <laughs> なんで仲間よ全然敵ほどういう意味いやなんか「打ち筋が悪い」とか「か2手先しか読んでませんね」なんか「3手先読めたらもっと強くなりますよ」とかそのう,うるせえことを言うのよあコメントでそうしまいにゃんかめっちゃなんかもう傷つきすぎてもう覚えてもないんやけどいや覚えとけよそれは。<laughs> な、なんて言われるのそれ。いや、もうなんかね、一人ね、なんかむちゃくちゃ俺に噛みついてくるやつって。ほう。なんか、こんな弱さで配信するとか、よく恥ずかしくねえなとか。でも、俺も寝てないしイライラしてるから。あう、来たよ、いいよ、いいよ。なんだお前はつって。来たよ。みんな、出てけお前は。うお、ぶち切れた。そう。言って。でも、そいつがね、結局最後まで見てくれて。すごい逆にそう。ほう。で、なんかもう、 夜さ10時ぐらいまになったらもうあと20分ぐらいで終わるよって言うやんああ24時間んねたらか「いやお前休憩した時間ちゃんと時間に入れろや」みたいな「<laughs> ああお前見たくなってるやん」おお好きやんお前も俺のこと好きやろうんいい友達できたよそうでもその将棋初めて将棋見ましたみたいな人うん、うん、もう結局最後まで見てくれた人が多かったやろ、ね、ええ ほんでさ、その、24時間将棋配信のさ、最初の目的はさ、本当にちょっとプロ目指してみな、みたいな、あったよ、ちょっと気持ち。あったった。ちゃんと強くなりてえ、みたいな。うん。ルフィみたいな気持ちあったよ。うん。でさ、その、いろいろ言われたやろ、2点、3点最初の1時間で気づいた。これは強くはならん。そういうもんじゃない。強くはならん。マジで。えだって別にその、ちゃんと研究とかするわけじゃないし。頭の中でどんどん蓄積されたりするので、その、うるせえやつがちゃんとコメントでも言ってた。 なんてそのこんな24時間配信とかマジ効率悪いみたいな、えー、その爪将棋を、うん、爪将棋を100問やった方がまだ強くなるみたいなおうおう言ってやった黙れってお前は24時間将棋やったことあるそうそうそう<お>もう「黙れ」って言った<う>「もう出ていけ」って「<laughs> お前はいらない」ってちゃんと言った,言ったけどあいつは正しい <laughs> え？正しさって言ないやたぶんあいつは正しい正しいことは嫌だ、うん、けどやっぱ寝てない人間に正しいこと言っちゃダメあそうだね、うん、だって寝てないことがそもそも不正解なんだからあ間違った人間に正しいこと言っちゃうそうそうそう <laughs> まあでも通算のあれ一応言いますか24時間で何回戦えるんやろえー、っとね俺ねメモったんよな確かでえー、っとあ今見ればいいのかもう俺あれから一曲もしてないからさ動いてないんよ 俺将棋嫌いになったけん。あれから一曲もしないけど。あやむさん、将棋嫌いなんですかあもう嫌いになりましたね、もう。趣味は将棋で。ああ、違います。でも、いつかプロの資格とかも取れるああ、いらないです。えプロの将棋の棋士は、頭がおかしい。や、おそらく。あんなんできん。えっとね、何回やったか言いますえっと、24時間であやむは何曲やったのか。うん。187。 すごいよ。<曲>ほんで、あやむの最初の目標は、うん、半分以上勝つこ<つ>れないよ。そうそうそう。これをね、達成でき18、180曲 ?7 曲。だからまあ大体90何曲勝っとかないで100曲いっとったら勝ちやね。そう。ええー、何勝したか。うわ、頼む怖いえー、88勝。99敗。やっぱ48時間か、やっぱ。 あのね最初の1時間がやばいあっそうでそう俺ね本当に心に決めたことがあって、うん、これマジで西津俺最初の1時間で心に決めたことがあるんですけど、はい、まあ俺の報告はもう以上なんですけど、はい、マジで1回24時間を鉄にやらせたいんですよねずっとあやが言ってるんやそ,そう うん1時間でそういやこれもう意地悪とかじゃなくて共感を得たいなるほど、うん、えまあその二24時間でさ最初1時間でそうなったや、うんまあちょっと考えながら打ったりさ「鉄に何させようかな」みたいな鉄に何させようかなっていうのも考えよったんやけどうん、うん、そのやっぱりね自分が今それをさきつい思いしながらやってるよだからねそのかわいそうが勝つんよねあもうこんな思いしてほしくないなんかあまりにもひどいかもと思って <laughs> 24時間将棋とか俺やったから耐えられたけど鉄じゃ無理やな鉄ごときじゃ <laughs> 鉄ごときじゃその24時間なんて無理だろうな俺はもう2回も経験してるけどそう、うん、だってまず24時間ずっとカメラがついてくるっていうこと自体、うん、めちゃくちゃストレスやからなずっとカメラついてるんよ無理やな無理よお前ちんちんとか出せんよでそもそもの体勢というかやっぱ、うん、アヤムはさ イイインスタタラブも結構るプじゃんんうす俺のインスタライブおもんないよマジこれね本当にわかるねお前それそれ努力しろよお前努力のもんだけどさなんか素の才能の部分で見てられる人と見てられない人って俺よそう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 見てられない人よね哲学これって結構 わからん人にマジでやるんやけどあ意外とこの人見てられるわみたいな人もおるんやけどいやだからさ見てられなくてもいいんじゃないそれはそれでそれをだってそのままじゃダメやん、うん、強化した方がいいやん、うんうん、だっけ24時間一人喋り生活しゃべり,ゃべりうん そ YouTube でずっと配信しよって。もう岡田敏夫ぐらい。ああ、そうそう、岡田敏夫。いろんなことをる。お前、岡田敏夫とか出すな。なんでお前、あんなオタキングの名前を出すな、お前。怒られる怒られん、全然。あの人はいい人や。で、あの人もなんかさ、その、いや、俺も何時間撮影しようかしないけど、なんか変なに誘わってずっと喋る。だってあの人はもう、それが仕事やからな。すごいやん。岡田敏夫ゼミね。見てるわ、俺も。面白い、切り抜きとかね。面白い、面白い、あの人は。 だちょっとやろうちょっとスケジュールしようちゃんともうえってスケジューリングちゃんとしようい,いつやるかもう言おうぜここでインスタライブでいやいやあのー、スマホでも YouTube 撮影できるからお<ー>24時間俺の部屋で、うん、定点カメラもうえ ちゃんと貸してくれてあの,もの、うん、大きいものみたいな大きいって何そのスマホ置き方みたいなしてくれてあでも全然別に壁に立てかけとるだけでも全然あもうそれでずっとこうやってみんなと喋りながら一日過ごす二十四時間なお前これきついな絶対きついわなんかお前にやれって言えんかも <laughs> なんか悲しいなこれ喋りながらでそのもうえもういろんなこと喋っていくやろうんでも喋ることなくなるぜ多分最初の一時間でおもろいんかなその やっぱ最初の1時間で思わなくなるやん基本最初から思わないと思うけど多分まあ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 多分自分語りせんやつって多分思わないやん確かにか自分語りするべきなんよ鉄の自分語りおするべきなんよだから何のちゃちゃもなく何のちゃちゃもなくそら <laughs> ちゃちゃは甘えやから <laughs> 俺だって何のちゃちゃもなく将棋してたぜ <laughs> いやちゃちゃめっちゃ入れられてたわいや,いや <laughs> <laughs>、ね、ほんのやっぱやむの場合ってみんなが心の中でちゃちゃ入れてんだよ <laughs> が確かにね確かになね確かにないやでもまあまあなんかいつかいつかちょっとスケジューリングしてみましょう何かでまあまあとりあえず将棋生活24時間二度としない将棋は二度としないそれはそれはやめてよやむいやいやいやだけんその哲は人の趣味を一つ奪ったんだっていう の罪を背負っっててて生きてってほしい <laughs> 将棋というものに対する冒涜だったっとそう,、えー、そうだから、うん、もしかしたらすごく日本を担うような棋、うん、士になったかもしれない男の趣味を1個奪ったんだっていうその自覚を持って生きてほしいじゃあ本当にあやむはもう最初の1時間で実は思ったんじゃないもう将棋やめようって <laughs> う思ってた <laughs> 6連敗で <laughs>、うん、だって俺もう嫌やもんアンインストールするたぶん将棋フォーズやっぱ 刀楽しなないもんな、うん、刀楽しくないしやっぱもっと知らないは面白くないよなもっと知った方がいい将棋のこといいマインドになってきたうん多分ね、うん、でも俺はもうその知ろうとも思うだから終わり <laughs> 最悪や一、うん、個趣味失って終わったのこのそうお前その罪を背負っていきっていくよ謝るの将棋を奪ったそうだからなんか俺に新しい趣味をくれ趣味、うん、チェスやろうよ俺もできるけ一緒にやろうよ 24時間えー、24時間ってやつは最後殴り合いしてないチェスお前 <laughs> お前ズルすんな <laughs> <laughs> この試合いいですねちょっとまたなんか考えてやりますねあや<ー>むのおすすめの趣味あったら教えてください、ね、まあ24時間見てくれた方ありがとうございましたキングオブレダの危ないトナイト次回20代最後あやむはどう生きるのかあやむ 1>, 1週間3000円生活出ましたさあ出ましたこのまあだから要するにあれよね、うん、その昔俺たちがバラエティで見てたような企画そうそ<の> <laughs> 無人島生活系そうちょっと挑戦しちゃうかついに、うん、うんうん3000円でも1か月1万円生活はやっぱきついからうん,、うん、うんうんうんだから1週間3000円ちょっと緩くなりましたはいはいはい、はいうん、まあいけそうな楽じゃない すごいよいいマインドですねうんうんうん3000円でえご飯だけご飯だけどうします店さんまあまあまあそうか全部水とかも生活やもんね水は別に水道水でいいかああそっかロ円ガソリンもガソリンね高いよ今いける全然だって俺のバイクめっちゃいいしああ燃費いい燃費いいよあじゃあもうこんなに余裕そうならもういけますね1週間3000生活いける どうする電気代とかは細かくする電気代まあむずいよなでも電気代高熱費は抜くかうあじゃあもう本当と勝ちやわあもう余裕、うん、多分じゃあこんなに自信あったらねえそのお母さんからなんかもらったりするのは、うん、禁止ですえそれちょっとむずいわだって差し入れもとりあえずその間は食べないえ差し入れもらっても食べないいやそれ炎上しちゃうな 後で食べればいいいやその日持ちするものだったらいいっすけど今目の前で食べてほしいとか言う子もいますからないっす僕は一回も経験ないっすてつって細客しかおらんから細客<脚><脚>し品さん以外で初めて、うん、お前体型だっけ？体型。誰が細客や細いやつに細いやつしか使うみたいな <laughs> ないよまあまあじゃあかりました差し入れもダメね、うん あとはなんか言っとかんと俺マジで頬の抜け穴探すの得意よグレーゾーンも詰めちゃうってこと詰めるよ俺は全然どうする先言っとかない銀行と全然えー、あと何かな何かあるかな今家にあるものはダメでしょ今家にある調味料以外ダメあ調味料はいいうわ、うん、でかいでかいこれおへ<ー>え全然あうも料理できるもんね塩昆布とか調味料でしょグレーわかめはダメ,メダメ調味料か調味料ってどこまで調味料 ソースケチャップマヨネーズなるほどねコンソメスープの元はオッケーじゃあもうコンソメスープ飲み放題やんやばこれ楽勝やねかわいそうなってきたこんなんで喜びをやばわめっちゃゆいじゃんよかったねなんか今までで一番楽勝これ楽勝じゃなすごい自信でも普通の出費もここから払わないかんよどういうことですか普通の出費ってオッケー なんか劇場で買い物するとか劇場なんて買い物するところじゃないっすもんあそこは笑い取るところかっこいい劇場は劇場笑い取るところやからすごいじゃんもうお腹いっぱいそれだけで後輩とご飯行くってなっても行かないえ後輩とご飯は行かない行かないうんえ先輩から奢ってもらうご飯はああいいそれは全然全然 OK うんやばでももう毎日連れてってもらうお、そしたらもう俺もマジ楽勝やんでもあやも行ったことある先輩とご飯今年 るよ。ね、ききらんよ先輩どうと行きるよお前先輩嫌いやろみんないやいやお前だってお前このこれをやる1週間多分中野さん来るぜあ中野さんといけるやん最高やんやばあもう余裕やば一緒のホテル泊まるやべホテル3000円じゃ泊めないんかふでもあれもできるよ何ギャンブルで増やすとかもできるよえっ3000円で協定とか行ってそれありなもうそしたらもう終わりやん協定得意俺協定行っかよ だってうち父ちゃんも母ちゃんも姉ちゃんも俺も協定するからねええ。言ってなかったけどすごいもう勝ちやねじゃあこれ勝ちあ俺分かった俺協定行って基本的にアドバイスはもらわんないけどそれんでかっていうとやっぱ歴が違いすぎて当てるんようちの父ちゃんとかちょっとこれは緊急事態やから父ちゃんに連絡取ってちょっとこのレースのこれを当ててくれと当ててくれとあなるほどだってこの前もね この前も満州取ったうちの父ちゃん。おえすごこの前俺が法事で帰った時。で、俺に5000円くれたんよ。お前。お前、母ちゃんと姉ちゃんには言うなよ。おえすごいよ。すごいやろ。おお。父ちゃんに聞いたらもう勝つ。父ちゃん爆散ある。おあー、これ勝ちだ。お金はもらえんけど、そういう知識は。え、だって別にそうやって助けてもらうにはいいでしょ。お金はそれもちろんもらわんけど。いけど。いや、これ当たるぜって。これ。 これに1000円ぐらいかけたらもう1万円とかになるよとかいうのは OK やろパチンコとか1000円やろああビギナーズラックとかもワンチャンあるかもあお俺パチンコは1回だけ行ったことあるあそうねただ、うん、その日1日で8000円のバイト行ってその8000円が、えっと、5分で溶けたけ二度といかんと思ってあ<ー>じゃあまだビギナーズラック取ってるねまだ取っ,取って自分の中に持ってる俺嫌なんやけどその 5, 分5分で8000円が消えるって俺はすげえ魔法やと思ったもん <laughs> 3000円は一瞬で溶ける可能性もあるあるある,ある これあやちゃんと全部 X で報告して、うんはい、今何円使ったか、はい、マイナス何円いやでもただ下手したら最初の人が3,000円から動かんかもしれんよコンソメスープ飲み放題やしあそうかそうよ使わんもありやろ別にその7日目に3,000円バーンって使うでもいいわけやろやりくりにはなるけど、うん、みんなでも見守りたいから、うん、全く動きがないのは寂しくないいや西津さんそれはねちょっとねもうやらせ疑惑よそれは。 本もう当え、これが企画的にはどうなんですかもう最後最終回でしょあ、もう最終回ってことは、これご褒美企画やわ。よかったな。1週間3000円も使っていいでコンソメスープまで OK って。コンソメスープそんなでかいやん、お前の中で。おすごいよかった。何でもできるやん。よかったね、それは。多分、1時間でコンソメスープ嫌いになる。ほんで、お前もコンソメスープ一生食べんのじゃない 二二 <laughs> 二のののいじゃなまあまあ分からんけどちょっとねこれみんな X チェックしといてください <うん S 2> ありがとうこれみんなもね楽しく見れると思う今回はよかったよかったうんねもうこれ皆さん見守ってくださいでは次回20代最後は今どう生きるのかええ i む1週間3000円生活楽しみやわ頑張っておやすみ Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.